皆さん、こんばんは。おじさんです。今日は、赤ヒレ、テリーバルブ、まあ、ゴールデンバルブ、まあ、3種類の小魚の熱帯魚。まあ、あれを、動画を撮ってみます。ちょっと餌取ってきますね。食べる様を。おじさんも今仕事から帰ってきたばかりなので。ちょっと餌をあげる様を取ってみます。それにしても今日も暑いですね。夕立も少しき、あ、夕立、あ、来たね。来まし、来てないです。行岡もったけど夕立来ました。広島も。餌をあげる様です。まあ、結構食べますね。餌を食べる様ですが、小魚たちも結構早いな。まあ、ゆっくりと見てくださいって。あれ、もうないだ。早ー。いや、まだあるわ、少し。まだ少しあります。思ったより、だいぶ慣れてきたのですかね。この小さい空間ですが。結構、餌を食べるようになりました。ここつい最近。初めは来た頃はどうかなと思ってたんですけどね。だいぶ元気になってきたというか、水が、ここの水に慣れてきたというか、あんまないわ。早っ。もうちょっと入れてみますね。もうちょっとだけ入れます。なんかあまりにも早いからちょっと、早いからちょっとおじさんもびっくり。これだけやります。まあちょっと皆さん楽しみですけど、他のをやってきます。他のにも餌回っていますから。あれ、もうなくなりましたかね。いや、そうでもないか。あ、でも早いなあ。まあ、ちょっとおじさん黙っておきますね。早かったなぁ。あっという間に食べ終わりました。前はこんなに食べなかったんですけどね。で、まあ今日は午後からクワガタ取り行ってきましたが、クワガタ、オオスズメバチ、カブトムシいませんでしたね。午前中はパパッと3匹いたんですけどね。まあ動画の方を載っけるんで、すいませんが。お時間あれば、皆さんご乗車くださいと言って、こっちの方とか、もう今落としてるわ、そういえば。今落としました、すいません。落としてる最中でした。なんかですね、一匹、スジクワガタのオスとメス。あともう一匹、多分スジクワガタだと思うんですけどね、よくわからない丹波のオス。はじめメスだとばっかり思ってたんですけどね、実はオスでした。オスでした、だから、え？たまたまさんがよく見たら、あれこれ歯が違うじゃん、丹波とか言ってみたんですけどね、もしかしたら種類が違うクワガタかもしれません。もしまああれでしたらコメント欄の方へ、もし見てから、あ、これ違うよ、スチクワじゃないよっていう人がいたらコメントの方よろしくお願いします。よく見たら、だからですね、弟おじさんが見た時にオスとメスが喧嘩してたいう状態ですかね。よく考えると。いや、喧嘩してたらしいんだ。だけど、メス同士が喧嘩してる。珍しいとかって言ってたんですけど、オスとメスが喧嘩してたみたいですよ。昨日、獣医の取り合い子で。珍しいなぁ、とかいう感じ。それをたまたま逃げたのもおじさんが慌てて、捕まえて、一個は穴を掘りながら、まあ動画の方で落としますんで、穴を掘りながら捕まえた、という感じです。まあ、ちょっと、口
口うるさく、ちょっと口動かしてる魚の皆さん黙ってみとったいな。邪魔してすいません。まだほんと大きくはなってないんですけどね。だいたいこの夏場に咲かないと大きくなるんですけどね、割と。まだ困いなぁ。やっと今から餌が食いがかったんで、今まで食わなかったんですよね。水が合わなかったのか、場所が合わなかったのか、という感じ。だいぶ水が落ち着いたのかなという感じですけど、それでもやっぱり、あ、でもこれは割と透明度になってるな、こう見たら。だいぶ透明度が上がってきてます。結構ですね、小さいですけど、チェリーバルブが割ときついんですよ。ゴールデンバルブなんかも割れてますからね、たまに夜中。夜遅く見たら。赤ひれなんかもあれ、分けた方がいいのかなとも思ったんですけど、まあこのまましてますけど、ゴールデンバルブの方が大きいんですけど、この中では赤ひれ2匹がチャンピオンですよ。特に真っ赤なオスの方が、チャンピオンです。もう、2人か2匹がですね、他を追っかけ回すんで、どけとかいう感じ。ゴールデンバルブ大きいので割れますからね、結構喧嘩負けてますよ。あれぐらいになりますからね、実はチェリーバルブも。本当はですね、おじさんそこまで大きくしたことがあるんで、知ってます。ゴールデンバルブこれもう、育ってるんじゃないかな、ある程度。もうちょっと大きくなるかな。あれ、赤ひればそんなに大きくはならないんですけど、もうちょっと大きくなるかな、赤ひれも。ネオンテトラと一緒ぐらいか、もう少し大きくなったような記憶があるんですけど、カージナルテトラまでは大きくなかったような記憶もあるんですけどね。まあ、なんせ、ウサン52でしょ。飼ってたの、ネットで飼ってた、20代の後半ぐらいですからね。もうざっと30年以上経ってますから、ちょっと記憶のところどころが曖昧なんですけど、赤ヒレは確かもう、チェリーバルブはもう少し大きくなります。多分ゴールデンバルブに近いぐらいはなると思います、この時点で。まだこの前ですけどね、結構大きくなったんで。特にこの手のゴールデンバルブとかですね、赤ヒレはですね、ドワーフグラミーなんか結構割れてましたからね。とか、あと、ベタ。結構ベタなんか一緒におじさん飼ってたことがあるんですけどね、混ぜてから。結構やられて、いつの間にかいなくなってたんで。あれ？いないじゃん。この辺りが狙ったのかな。ヒレ結構狙うんですよね。ベタのヒラヒラしたヒレを。割とエンゼルフィッシュと喧嘩して負けたりもしましたしね、ベタ。とか、グラミーの今度ドワーフはこんまいんですけど、大きいのがいるんですよね。これぐらいになるような。これぐらいになって大きさがいるんですよね。あれにキャーと割りようたんでよ、ベタ。気づいたらいなくなってました。あれ、死体すらないとかいうこと結構ありましたよ。ない。どこ行ったんじゃろう。結構ですね、ベタは割と、そうです、あんな感じでしたね。エンゼルフィッシュといい勝負、エンゼルフィッシュといい勝負だったかな。グラミーも割と強かったよな、今考えると。結構あれ長く行きましたけどね。結構大手だったんだよ、エンゼルフィッシュと2匹はですね。2匹いたんですけどね、エンゼルフィッシュとあれが、まさに水槽の中でボス争いいう感じでしたね、昔は。なんか大きくなったセルフにプレコがちょろ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 してた記憶があります。これ草傷つけるんじゃないんかなと思いながらいつも見てましたけどね、どこ、はじめこうまかって、いざ気づいたらですね、ほんと大きくなってましたよ。セルフィンプレコですね、うわっとか言うぐらい。大きな水槽、じゃけ90センチの水槽にいたんですけど、なんか結構大きなかったんで、最後はですね、びっくりしていたなあいうぐらい大きかった。結構長く生きましたね。何年生きたんだろう、あれ。あれだけ長く生きると最後死んだ後かわいそうなかったですね。ちょっと情が入った一曲があります。まあ、ディスカスとか分けてたんですけどね、ディスカスはディスカスで飼ってて、ペアになったんでまた分けていう感じですね。あんな感じをやってました。今度はどれか卵が取れるといいんですけどね、ヒナを皆さんに見せてあげたいですね。あ、喧嘩しよる。やっぱり赤ひれが一番弱えな。と分かっているのに一緒にする。普通しないでしょう。って言いたいんでしょう、これ。ほら、喧嘩しよる。もう上で。ほら。いや、違う、餌探しよる。だって、いや。違うよね。チェリーバルブから逃げようんだろうな、追われて。なんかさっき今追われてさ、見たんで追っかけてたんで、チェリーバルブが。
オスの方が結構やっぱり、きついんかな。小さいくせに名前、ほら。ほら、追っかけおるよ。追っかけてます、追っかけてます。ほら、ほら、いう感じで。化けようかなとも考えるんですけどね。あ、違うわ。赤ひれ同士が喧嘩しおる。よく見たら。あれ？違いました。赤ひれ同士が喧嘩してますね。なんでだろう。赤ひれ同士で喧嘩してます。一番最初からおる古株が文句言うんかな。来るな。来るな、お前ら。あっち来て。餌食うなって言うんかな。餌きれいにないな。食べたな。この間まで本当に餌も残ってたんですよ。捨ててたんで、網で救っては。網で救ったりとか水替えしながら様子見てたんですけど、だいぶ食うようになったんですよ、本当。食するようにって言った方がいいですね。食うようにっていう言い方したらいけないですね、下品な。食していたのですよ。いて、まあ、超絶みたいな言葉紹介してもしょうがないんですけど、まあ、食べていらっしゃるとか、食していたという感じで、結構残ってたんで、網ですきてたりとか、水すぐ変えてたんですよ。あ、ダメだこれ、とかって、水が、あれするな、結構水が結構匂ったら結構匂いが出るんですよね。やっぱり瓶は、ほんま結構水が痛むの早いな思って、ちょっと感心してます。おじさんも大体、水槽で飼ってたタイプなんで、もう水槽はもう安定したら放置ですからね、ほとんど。水がなんかほんましなくてもいいですよ。だけどまあ楽なのは水、やっぱり水槽が楽です。ほとんどもう、ろ過効き出したらもう放置しとって水が少なくなって足す程度でも結構いけれるんで。これぐらいの小魚の程度買うぐらいだったらそんなに気にしなくてもいいです、pH とかも。気にしたら、もうディスカスとかになったら割と pH 気にした方がいいですけどね、すぐこう色が変わるし、黒くなってポテッと死ぬんで、うわ、また死んだ、いう感じで一匹は高いんで。ですけど、まあ、小魚の場合、この出会いは特に割と pH 気にしなくてもいいんで楽なんです。瓶で買うんならちょっとですね、おじさんましたら、大体本来もう少し置いてから入れる方がいいですよ。ちょっとおじさん、早く熱帯魚見たかったんで、とかね。あれ、見たかったんだ、私入れたんですけどね、もう少し1ヶ月近く、本来は水替えしながら様子見た方がいいですね、草だけ先入れて。結構草なんか砂あんまりしなかったらポットで入れるのもおすすめです。これはちょっと初めからついてたポットなんですけど、別売りポットみたいなのが結構綺麗なのが売ってるんで、探して買おうかなと思ったらなかったんですよね、聞いたら。いや、今ちょっと売り切れてます、とかって、近くのホームセンターで言われたんで、仕方ないって諦めたんですけどね。他まで見に行く元気はなかったんで、まあいいかって帰ったんですけど、まあその方がいいです。割とポットに菌がついたらそれだけの水が綺麗になるんで。まあ、これ石とかなんかもあるんで、そういう石入れて見るのも一つの手かもしれないです。で、まあ、水を見ながら様子見て、透明度があんまり上がらなかったら、ちょっと水替え多めとかいうのもおすすめですね。それと水温が割と上がるんで、おじさんが考えていたより。こんなに水が上がるんかいくらい上がるんで、まあ、あれでしたらちょっとこまめに見て、あ、高いかなとか、あれ、あんまり魚が上に上がるようなかったら、ちょっと水替えするのもおすすめです。3分の1でもいいし、半分の1でも。半分でも変えたら多少魚が落ち着くような感じかなという感じです。おじさんはずーっと今のところまだ、まあ大した日にちはない、開けてないですけど、やってみてですね。まあもし買われるんならそんな感じでやってみちゃったらいいです。特に瓶なんでこの時期はなんか上がるのが早いですね。もう、人様でさ、熱中症になるぐらいですか。魚さんの中も、水もあっという間に、ね、というわけじゃないですけど、そんな感じなんで。皆さんもちょっと自分らで様子見ながらやってみてください。たら割とですね、こんな感じの簡単なんなら、これちょっと草が高いんですけど、もうちょっと大きな瓶でもいいと思いますよ。ただもう少しこれぐらいまであれば綺麗に見えるんで、この電気の上ぐらいまで来たら、この葉っぱがもうちょっと立つんで、立つぐらいの大きな瓶でやるのも一つの手です。おじさんがちょっと大きさ間違えたんで、水槽の中で見たらこの草が小さく見えたんですよね、思ったより。だからこれでいけるかなと思ったんですけど、またダメなんで、大きな瓶にやり替えるか、草はまた別のちょっと探してこようかな思って、背の低いこれぐらいのですね、ちょっと探してみようと思います。また落ち着いてお盆が来てゆっくりと行ってきます。それかまあ魚が大きくなればもう少し大きな梅酒をつける瓶とまでは言わんけど、もう少し大きな瓶に変えるいうのも一つの手ですし、こっちの瓶にね、ベタを入れてもいいですし、まあそんな感じで皆さんもやられてみてください。ちょっとこう、水草を入れて、まあ緑を部屋に増やすという感じで、魚を2、3匹こう入れて、ちょっとまあ慣れるまでは水替えの量を変えてみたりとか、いろいろとやってみてください。ただうまくいくと言います。割と赤ひれと書いてから、こう、低温に思ったよりは強いですよ。
実は昔飼ってた記憶ではですね、思ったよりかは低温に割と強いんで、この辺りは。部屋の中で飼うんなら割といけるんじゃないのかな。今頃部屋もぬくいですからね。断熱材がきれいに入った家なんかは結構部屋の中でも、冬場でもぬくいですからね、ヒーターかけてなくても夕部屋とかなんかおすすめです。まあ、そんな感じでご乗車ありがとうございました。チャンネル登録とすいませんが、よろしくお願いします。話が長くなりまして、すいません。